はいどうもブリーダーズ358フレブル社長でございます。何やら、ガクトさん自分の愛犬5ヶ月になる愛犬を知人の方に、里親になってもらう、まあ子犬をね譲渡する動画を出してなんか炎上してたよね。まあ炎上する大半の人たちが、まあ、犬の気持ち犬側の気持ちを考えろということでね、まあ確かに犬にとってみれば、まあガクトさんあなたしか、まあ犬にとってはこの仲間がいないわけですよ。まあ仲間というか、まあ、お父さんお母さんみたいな親だよね。まあそれが親の都合によりある日急に突然知らない人の家に届けられる。犬側から見たらそれはもう大惨事に他ならない。そんな気も、分からなくもありません。ただまあそのガクトが、犬を譲渡した相手側というのはかなり犬好きな方で、自分の愛犬をまあ自分の愛犬が他界してなかなかねペットロスということで立ち直れていない現状があったというところを、まあガクトさんがね、まあ、自分のその愛犬を譲渡することで忙しくなってまあその元気を出してもらおうという意図でね譲渡したらしいんだけど、フレブル社長的に言わせてもらうと僕は全然ありだと思います。まあ、ちなみに今この僕の膝の上で寝ているこのマルもまあ繁殖引退犬として私が里親としてねこの家に迎え入れたのですが、マルが来てからというものまあこちら私フレブル社長はとても素晴らしい時間を過ごさせていただいておりまして、マルが来なかったら考えられないような楽しい日々を過ごしております。またマルにとっても絶対楽しい日々であるだろうと思われる、形で僕はマルと一緒に過ごしている自信があります。まあ、そういったことを垣間見ればきっとねマルも前の犬舎でもきっと楽しく過ごしてきただろう犬だとは思いますが、まあ、マルを里子にもらったことで、まあ、俺の人生がねすごい楽しくなってるわけですよ。まあ、ワンコにとってねきっと誰かを喜ばせているっていうのはねすごくね、まあ、重要なことではないのかなって勝手に自分は考えます。まあ、だからガクトの、犬を譲渡した子犬から見れば急になんてことしてくれるんだと思うかもしれないけど、もらったその知人の方からしてみれば、まあ、今までの愛犬を亡くしたペットロスから立ち直れる、まあ、これほどいいチャンスはないようなあの時間が今流れていると思われます。まあね勝手に一方向から見ていい悪いというのもねどうかと思うというただそういう動画になりました。それではさようなら。